ひいらしてください。大学牧師の北原です、ワーシップナイトでは本当にいろんな国の学生さんたちが集まって楽しく発表しています。なんかフェローシップすごい楽しそうです。どうぞいらしてください。ぜひいらしてください。名前と学年を教えてください。はい、塚本よしきと言います。ベロ級です。なぜあなたはウォーシップナイトに来るんですか？そうですね、やっぱり仲間たちと出会いして神様と出会うためです。こんにちは、さよです。私はクリスチャンじゃないんですけど、でもいつもワーシップナイトに来るととてもなぜか癒されて、なぜか温かい気持ちになるので、辛い気持ちの人はぜひ来てみてください。待ってます。千原健二です。ワーシップバンドのリーダーしています。ワーシップナイトに入った理由はICU にリバイバルが起こることを望んでいるからです。それでワーシップする理由はただイエス様を愛しているからです。こんばんは、中川紫音です。私はワーシップナイトでスナックサービスを担当しています。と言っても決められているわけではなくて、私はバンドメンバーとしてギターも弾けないし、ピアノも弾くことができないけれど、こうやって何かできることはないかなと思って、お菓子を出す係になりました。すごく楽しくて、毎回いろんな友達と話して神様をサービスすることにすごく喜びを感じています。こんにちは、パオです。2年生でウォーシップナイトのリーダーをしています。こんにちは、ゆめこです。1期でウォーシップナイトのリードボーカルをしています。はい、なんで私たちがウォーシップをするか、なぜでしょうか？なぜでしょうか？ですね、やっぱりウォーシップが好きだからです。そしてなんかウォーシップっていうのは私にとって唯一の表現方法なんですね。神様に賛美を捧げるとか、なんか感謝の気持ち、怒りの気持ちを込める、そんなもんです。はい、私は、なぜウォーシップをするかというと大好きだからです。神様に感謝や叫び声や日々の私の感情をウォーシップで伝えています。ウォーシップナイトだけじゃなくて、トイレの中でもお風呂の中でも歩いてても森の中でも私は賛美をしています。どうかみんなも、ウォーシップナイトに加わって、とてもハッピーで楽しい会なので来てください。